薄水色の花瓶に刺された一輪の赤い椿、ほんのりと優しい香りが静かに漂ってくるようです。今回の常設展は香りを感じる作品を選んで展示しています。柚子の爽やかな香りや桃の甘い香り、パリの街角の匂いなど、作品から様々な香りを感じてみてください。お皿にちょこんと乗った3つの柚子、それらは1本の茎でつながっているように見えます。家の近くの木になっていた柚子でしょうか。画面からもぎたての柑橘系の香りが漂ってくるようです。背景の深い青とは対照的な淡い色使いの桃、奥側の桃は薄い黄緑色で描かれています。まだ熟していないやや硬い感じと表面の産毛が感じられます。手前の2つはほんのりピンクがかっていて、熟れた桃の甘い香りが漂ってくるようです。素朴なタッチですが、美味しそうな桃が豊かに表現されています。春になると道に咲いた菜の花を目にするようになります。画家尾崎は菜の花をどのように描いたのでしょうか。色鮮やかな黄色の花、花びら一枚一枚に春が来た喜びが込められているようです。花から漂う春の香り、この絵を見て赤いテントウムシが飛んできそうです。尾崎は1962年、昭和37年10月から11月にかけてオランダやイギリス、フランスなどを巡る旅をしています。この絵に描かれているのはパリの街角でしょうか。人々の話し声とともにバーなどのお店が並んだ街の匂いが感じられます。今回紹介した作品は3月10日日曜日まで展示しています。作品からどんな香りが感じられるか楽しみながらご覧いただければと思います。尾崎のアトリエを再現したコーナーには、ニゴイの作品をイーゼルに置いて展示しています。アトリエコーナーには尾崎が実際に使用した筆や絵の具、パレットをはじめ作品のモチーフとなった身の回りの品々を展示しています。郷土美術資料館に来られた際はそれらのものにも注目してみてください。彼の制作している姿が思い浮かんでくるかもしれません。